ジージーはアメリカ合衆国ジョージア州アトランタ出身のラッパー、ソングライター、ヒップホップミュージシャン。2010年まではヤング、ジージーの名で活動していた。過去にリリースしたアルバムのうち3枚がビルボード初登場1位を獲得している。ライブでのジージー1977年10月12日に誕生。生まれはノースカロライナ州だが両親の育児放棄により ジョージア州アトランタに住んでいた祖母によって育てられることになる。インタビューで当時の様子を振り返るときは空っぽの子供時代だったと語っており、非常に辛い子供時代を送っていたことが伺える。そんな時にラップと出会った彼だが、初期の頃はリル・ジェイという名で活動していた。その後、本格的にラッパー活動を始めた彼はインディーズ・レーベルから、 サギン・アンダー・ザ・インフルエンスとカム・ショップ・ウィットメの2枚のアルバムをリリースしている。2004年に入ると、P ・ d d が主催するバッドボーイ・レコーズと契約を結び、同レベルに所属していたボーイズ・エヌ・ダ・フットというグループのメンバーに加わる。この時にボーイズ・エヌ・ダ・フット名義でリリースしたデビューアルバムボーイズ・エヌ・ダ・フットが アルバムチャートにて5位を記録したことから、一気に彼の知名度を上がることになる。2005年に入ると、大手メジャーデフジャムレコードと契約を結ぶことに成功。その後、すぐにメジャーデビューアルバムのレコーディングを開始し、2005年6月25日、Let's Get It サグモチベーション101をリリース。同アルバムが全米最高2位を記録し、 結果的に170万枚以上を売り上げ、いきなりプラチナムディスクに認定される。2006年3月、マイアミで起こった銃撃戦に加わった疑いで警察に逮捕される。この逮捕は、彼が友人と同乗していた車から不当所持していた拳銃が見つかったことを受けてのものだった。2006年12月12日、セカンド・ザ・インスピレーションをリリースし、彼自身初となる。 全米アルバムチャート初登場1位を記録する。セールス面では110万枚以上を売り上げ、プラチナムディスクに認定されている。2008年9月2日、サード・ザリセッションをリリース。前作と同じく初登場1位を記録し、100万枚以上を売り上げ、プラチナムディスクに認定されている。2010年に自身のレーベル、クトワールドにフレディ・ギブスを迎え入れる。 2011年12月20日、ホースアルバム、サグモチベーション103がリリースされた。本人は、犯罪組織の BMF との信仰が深い。かつて、それぞれの背後につくギャングをめぐって、グッチメインとの対立が激化していた時期があり、何度か激しい銃撃戦が行われていたが、現在は和解している。また、歌手のキーシャコールとの熱愛が報じられたこともある。 ありがとうございます。